ははいこんにちは今回は「シン・エヴァンゲリオン」でも登場した「エヴァンゲリオン」という作品の中で何回も登場している制服を着た幽霊のような綾波霊について自分の中でとても納得する内容の考察があったので皆さんにご紹介したいと思いますでそもそも幽霊の綾波霊が登場したシーンを最初に挙げていきたいと思います一つ目が律子が急激常盤真心を君に」で玄道に律子、えー、が撃たれた時 にえー、背後に幽霊の綾波イが映っていたことそしてミサトが、えー、神事を送り出した後にその爆破される直前にミサトがミサトの目の前に登場していましたそして真心を君にのラストですねアスカと神事が二人きりでいる浜辺のシーンで海の上に幽霊の綾波イがいましたそして Until you come to me の中で綾波イが、えー、幽霊の綾波イが 登場していたシーンがあってその綾波レイの目の中には黒波が目の中に映っていましたそして新劇場版の「序」の冒頭ですね「第四首都戦で」でシンジが公衆電話を使うシーンでその遠くにですね道路の先に幽霊の綾波レイが登場していたことそして今回の「新エヴァンゲリオン劇場版」で「ネルフの跡地の海面」でシンジが座っている時にですね映っていましたで結論から言いますと その幽霊のアヤナミレ霊がどういう役割なのかと言いますと、えー、死神ですとか魂を持っていく精霊であると考察しましたでなぜ死神なのかと言いますと今挙げたキャラクターたちはそのシーンの後に何らかの理由で亡くなっていますで黒波の場合は LCL 化していますここからが詳しい説明なんですけれども、えー、まず旧約聖書で鳩というのは精霊を表していますで 公衆電話の綾波のシーンの後は鳩が飛び立ちましたつまり精霊ここでいう括弧綾波が帰ったということになりますということで死という運命が変わったということですで逆に鳩が飛んでいないということは死が確定してしまっているという描写なんですねでそこでさらに詳しい考察を加えていきますで綾波が見えている距離が違う例えばリツコとか ミサトはもう直前というか自分の目の前に幽霊の綾波イが存在していますよねしかし序の冒頭の第4所戦でシンジが見た幽霊の綾波イはやや遠い位置にいましたというのはやや遠い位置にいるのは自身の死がまだ遠いということを直接的に表していますなのでカウントダウン的に幽霊の綾波イとの距離が変化しているのではないかというのが追加の考察ですでなんでシンジ君が 死ななかったのかと言いますとまず真心を君にのラストでは距離がまだ遠い位置にいましたしかしあのまま続きでですね描写が描かれなかったので生きているか死んでいるかが分かりませんで、えー、次にジョですねジョの第四首都戦でなぜ真ジは死ななかったのかと言いますと真ジが見えたのは律子やミサトと比べて比較的まだ遠い距離に幽霊のアイネミレイがいましたあの場面では その後にミサトが車で迎えに来ましたがあのまま来なければ第4使徒との戦いに巻き込まれて亡くなっていたというのがあそこでの死に直結する理由ですそして今回の「シン・エヴァンゲリオン劇場版で」でどうしてキューネルフ支部で湖に移っていたのにシンジ君は亡くならなかったのかと言いますとあのまま黒波がレーションを持ってくるシーンだったんですけれどもあのレーションを持ってこなければシンジは餓死していた可能性があるということですししかし 黒波ががあのの時ににレーションを持っっててきたので生きたたで、なならえという考察になっております。えー、これが作品の中で何度も登場してきていた幽霊の綾波レイに関する考察になります非常に僕は納得できたので、えー、皆さんにもぜひ紹介しようと思いこの動画にしてましたもしよければ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いしますご視聴ありがとうございました